ライオはトゥルー、あなたは信じる、ちまたに転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもこゆきです。おばさん、トゥルーです。国連のグテーレス事務総長、わかりますよね。グテーっとしてるね。いや、だるそう。ちゃんと仕事して。いや、でも世界熱すぎるからグテーっとしちゃってるんですよね、うん、なんで溶けとんねん。去年ね、発言した、まあ、その地球沸騰化ですよ、まさにね、はい、やはり地球はですね、今沸騰してるかもしれません。してますよ。そこの乗られたらね、なんか進めづらいんやけどね。熱いもん、うんうん、今年6月、サウジアラビアの西部、イスラム教の聖地メッカをめぐる大巡礼で、なんとね、50度を超える暑さのため1000名以上の方が亡くなりました。大変よ。大変よね。50度を超える暑さっていうのはインドでも発生していまして、首都ニューデリーでは最高気温52.9度。おお、やばくないですか。いや、やばいですね。だって僕ら日本に住んでも 32.9 度でも相当暑く感じる。いや、暑いですね。そっからさ、20度。そう、想像できない暑さなわけ。もうだってお風呂より暑いですもんね。それはもうお風呂よりも暑いよ ね。ピーク時の電力需要も過去最高を記録しています、はいはい、でこのように年々夏の暑さは厳しさを増しておりまして、うん、僕たち現代人は実は人類史上最も暑い夏を生きているということになるんですよね。はい、止まらない気温上昇。世界気象機関、通称 WMO は3月、地球の気候に関する2023年の報告書を発表しました、はいはい、この報告の中で2023年の平均気温は産業革命前の水準を 1.45 度、まあ、上回って、174年の観測史上で過去最高を記録したと発表されております。はい、でもそれを上回ってくる勢いってことですかね、うん、そういうことよね。どんどん記録更新しているっていう、ね、いや、えぐいね。去年もね、暑かったと記憶しているんですけども、はい、ここでさらなる報告もあります、はいはい、WMO のセレステ・サウロ事務局長は、うん、WMO は世界に向けて非常警報を鳴らす、2023年に目撃された事象の中でも事例のないほど海洋の温暖化は特に懸念すべき要素だと話しておりまして、はい、まあ、気温だけではなくて海水温の上昇にもまあ警鐘を鳴らしているということなんですね、まあ、そうですよね。エルニーニョの現象とかが起きてよくないんですよね。もうそういうレベルじゃないですからね。うん、報告書では2023年の海水温は、まあ、過去65年間で最も高くなったということです。やば。特に北大西洋では2023年後半に平均温度が3度も上昇しました。3度って魚死ぬんじゃん。いや、本当はね、うん、お風呂でも3度違ったらめっちゃ熱く感じるもん。だってやばい、やばいやろ。やばいよね。3度違うわ。でも実際さ、海洋の生態系っても崩れてってるわけでしょ。崩れてそう、ね、だからより冷たいところに求めていったりとか、うんうんうん、確かに確かに。いつも取れてる場所で取れなくなったりするじゃん、魚が、ね、そうよね。やばいよね。やばい。このように地球温暖化の影響は僕たちの生活だけではなく、海の中の生態系にも大きな影響を与えているという報告が上がってきてるわけですよね、はいはい、そして2024年の気象庁がさっきとは言ったエルニーニョ現象の発生を発表していまして、エルニーニョ現象ってまあ、皆さん分かりますかね。太平洋の東側、南米ペルー沖の海水温が高くなることで、逆にフィリピンやインドネシアなどの大西洋の西側の海水温が下がる現象のことなんですけども、それでどうなるのっていうことが大事なんだよね。そうですね、はい、もちろん異常気象が起こりますということなんです、うん、あまりにも影響が強まっていることがスーパーエルニーニョ現象、スーパーがついたということで、それはより強い効果が出るってことですかね、うん、そういうことですね。ある年だけ気温が高いということは、まあ、これまでもありましたけども、2024年の夏も2023年と同等かそれ以上に、まあ、なってしまう暑い夏が来ると予想されていますので、そうなってくると暑すぎる夏はいつまで続いてしまうのかということですね。やばいね、やばいね。残酷すぎる現代の夏、はい、温暖化の原因を皆さんはご存知でしょうか。それはね、うん、CO2 とか、うん、メタンガスとかですよ。そうやね、はい、地球温暖化の原因っていうのは、まあ、オゾン層の、まあ、破壊ですよね、うん、でこれまでオゾン層によって遮断されていた太陽光に含まれる紫外線が地球に降り注ぐ、直接ね、もう大地に降り注いでくるということ で、はい、でこの強くなった太陽光により地球の温暖化が進んでると思ってる人が、まあ、多いという、うん、ことですよね。そうですね。でも、ね、以前は確かにこういう説もありましたが、はい、それ今ってちょっと都市伝説って言われてるんだよね。オゾン層の破壊は温暖化に気づくきっかけにしか過ぎず、はい、地球温暖化はオゾン層を破壊した物質に原因があるそうですよ。それが温室効果ガスと言われるやつですね。これも聞きますよね。はい、オゾン層を破壊したのはフロンガスということで、うん、今ではほとんどね使われなくなりましたけども、フロンとは冷媒と言われる空気の熱を運ぶ一種のことです、はいはい、冷媒とは空気が熱ければ冷やし、冷たければ熱くすることができる液体のことを呼びます。フロンの発明によって冷蔵庫とかエアコンがですね爆発的に世界に普及しましたけども、はい、1985年の研究発表によってこのフロンがオゾン層を破壊していることが判明、有名な南極のオゾン層にぽっかりと穴が開いているオゾンホールの発見です。そして判
明したのがフロンをはじめとするその温室効果ガスによる地球の温暖化と言われるもの、はい、フロンの他には二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素も温室効果ガスとされています、うんうんうん、ただフロンには二酸化炭素の数百倍から1万倍以上の温室効果があると言われています。おお、やばいね。そのため温暖化の影響が大きかったフロンについては、まあ、現在198カ国が参加しているモントリオール議定書によりほぼ使われることはなくなりました。そうね。それ以外の温室効果ガスも世界各国で削減の取り組みは進んでいますけども、うん、世界全体で見た場合はまだ増加しているということらしいですよ。まあまだまだね、やっぱ発展したい国は多いですからね。ね。つまり人類史上最も暑い夏はしばらく続くことになるんじゃないかと言われる。あら、じゃあ来年も暑い、はい、そして先ほど触れたオゾン層の破壊、確かに温暖化への影響はほとんどないんですけども、はい、紫外線が強くなっていることはまあ事実で、そうね、こちら見てください、はい、これ見る通りですね、日本国内の紫外線は2020年を超えてからうなぎ登りに上がっておりまして、いや思ってましたね。え、最近マジ曇りの日ですら日焼けするなっていう、うん、そうよね、うん、もうこの前沖縄行ってたけどもちょっと出ただけでもめっちゃ焼けたもんね。ほんまに紫外線はですね、まあ、皮膚がんなどの皮膚に疾患がつながるというふうに言われてますけども、まあ、実際皮膚がんに関してもこちらの通り2000年からですね増加の一途をたどっているんですね。やばー、はい、なお南極のオゾンホールに関してはその穴が塞がるのは2066年頃と予想されています。塞がるんや。でもまあそれほっといたらね、自然の治癒の力はやっぱすごいんですけど、はいはいはい、すごでも破壊したものをやっぱ修復する方が時間かかるし、このままね破壊し続けてしまったら塞がることもなくなっちゃうわけですから、手伝いに行く。ちょちょちょ、どうやって手伝うんすか。包帯とか巻くとか。包帯巻いてなんとかなるんすか。ならないんか。まず南極行ってる時点でもうすごいことやけどそれ包帯持ってね。そうね、はい、それまで人類は紫外線のですね猛威にさらされ続けることになるわけですね、うん、このように人類は自らの手で地球の環境をまあ破壊し尽くした結果、まあ、温暖化と厳しい紫外線にさらされてしまうという人類史上最も過酷な夏を生きていかねばいけないということになってしまったわけです。だからペンギンってあんなガングロなんすね。ガングロすぎるよ。白い部分もむしろあるやん。日焼けしたんかなと思ったら、え、何や。じゃあ白い、全部白かった。は、昔は全部白かったけど、よう綺麗にここだけ粉なってますね、あれね。そう、こうやってやってるから、こうやって日焼けしてるから、こうやって日焼けしてるからヒサロやん。ヒサロだから、くちばしも下は黒くないやん、あれ。よくこうやって氷滑ってるけど、そうそう、氷滑りだから、うん、全部日焼けしていったから、うん、黒くなったよ。嘘つけ。だって生まれた時あんな黒ないもん、あれ日焼けですよ。数百年前からあれやと思いますけど。いやだからオゾン層の影響を受けてるんよ、あれ。はぁ、ちょっと諸説ありますこれ求められるメンタルケア。はいはいはい、猛暑によりニュースやメディアなどでは熱中症対策などの情報を目にする機会は多いですよね。確かに熱中症はひどい場合命にも関わることがありますから、皆さんしっかり対策をしていただきたいんですけども、東亜くんでさ、すぐやっぱ水飲むやんか。いや飲む。俺水飲まない体質なんよ。いやそれほんまにやばいからね。本当にやばいと思ってる、うん、だって昔は俺やっぱ運動部やったから、はい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 、運動部ってあの水飲んだからすぐ水飲んでる。びっくりしてる今。暑かった今ね。そう習ってきた世代やから、はい、癖とか体質がそうなっちゃってるのか知らんけど。あれでしょ？イエルさんみたいな感じの感じでしょ？イエルさんって何ですか？ケル学園ですけど。わかるけど。そう。もう水飲まれすぎて、うんうん、このシャツとかに垂れてきた水を飲むみたいな。汗でね、こう絞ってこうジュッて飲むみたいなのもよく言われますけどもね、うん、今そう教育あんまされてませんけども。はい、ダメですからね。でも実はですね、その猛暑によって危険に侵されるのは、うん、その身体面だけじゃないんですよ。温暖化によって精神面にもこれ影響すると。あ、そうですか。まあ、そういう研究結果もわかってます。はい、はい。2022年に世界保健機関 WHO の報告書にも、地球温暖化に伴う気候変動によって精神面への影響があることが指摘されております。実際にアメリカのウィスコンシン大学の調査によりますと、平均気温が1度上がるたびに、うん、アメリカでは 0.7%、 メキシコではなんと 2%、 自ら命を絶ってしまう人が増えるんです、やばっ。だって 0.7%、 2% で人口の総量化したら結構じゃん。だって明らかに増えてますもんね。そうだって1度上がるだけやで、やばくない？これはエコロジカルグリーフと呼ばれる症状らしくて、温暖化によって起きる災害や生態系の変化に絶望し、うつ病やひどい時には自ら命を絶ってしまうということなんです。そんな温暖化によって絶望する？そう、ちょっと詳しく説明しますね。この症状は震災などにも似ていまして、被災地だけではなく被害のほぼなかった地域でも地震の揺れを感じた人の方が、まあ、震災に対して心的外傷後ストレス障害 PTSD を発症しやすいことが分かっています。一時さ、東日本大震災でもさ、被災されていない地域の人でも一生とあるあの広告の CM が流れてた時に、そのなんか音を聞いただけ鬱になるとか、もう見たくな
ないとか、確かにそういうあったでしょ、確かに、ああいうこととか発生するわけですよ。つまり実体験として身近に感じれば感じるほど精神への影響が大きいということですから、お、まあ、そうなってくるとある意味地球の温暖化っていうのは身近に感じすぎて震災よりもまあ深刻になってくるんじゃないの、まあ、だって毎日毎年のことですからね。そうよ、そしてそれによって引き起こされる災害が日々ニュースで流れているから、まあ、僕たちはその影響をまあ必要以上に身近に感じてしまっていて、まあ、ちょっと鬱になりやすかったり、まあ、そういう症状が発症したりしやすいんだって。ちょっとここ結構深刻だと思うんですよね。ただ暑いだけ、どっかで震災が起こっただけじゃないんですよ。それを目にしてる、体験してる僕たちも心に何かしらのストレスは負ってるんですよ、ね、じゃあもうテレビ割った方がいいやん。あかんあかんあかん、それもストレスよ。携帯も割ろう。あかんあかん、そう YouTube 見られへんから。いやでもですよ、はい、こういう情報を手に入れることやんじゃうかもしれん。まあでもそれは SNS 全体にも言えることだよね。ないやん、まあ、ちょっと今はね温暖化のことにスポット当てて言ってますけども、はいはいはい、だからね身体的な熱中症対策だけではなく精神的な対策も必要になってくるということなんです。知らんかったな、うん、精神もやばなるん。じゃあ具体的にどうすればいいかということなんですけど、はい、一番は当然地球の温暖化が弱まってくれて、まあ、災害のニュースが減ることよね、はい、でも先ほど説明した通り世界中で対策はしてはいますけども、まだまだ時間はかかりそうだということなんで。いや俺もエコバッグ20個ぐらい持ってるのに全然地球温暖化治らへん。持ちすぎやし、あ持ちすぎ、別に持ってたとしても解決するのかと俺は思うけどな。いやでもエコバッグ20個買ったらなんとかなるんかなと思ってまあそうね、ちょっと複雑ですけども、さ20個買うよりさ、はい、袋をもらい続ける方が安いねんないやそれ値段の問題じゃない、値段の問題じゃない。そうでもそういうのが出ないさエコビニール袋みたいなのが開発されてるわけやんか。あそうなんや。で俺はそのエコバッグに切り替わったこと自体、まあ、有料化になったこと自体からちょっと俺はなんか闇を感じるけどな。ああそうね、まあ、当時も言われてたけどね、はい、まあ、ちょっと話変わりましたけど、はい、はい、そこで個人ができることいろいろ考えますと、うん、夏の暑さによる不快さを減らして、はい、まあ、常にフレッシュなね状態をキープすることで夏の暑さに対処するという方法はいかがでしょうか。まあ、例えば汗をかいたシャツをこまめにね変えたりとか、はいはい、シャワーを夏の期間だけ1日に何度も浴びるといった方法も有効らしいですよ。いやでもちょっとめんどくさいっすわ。まあでも海外って結構そうじゃないですか。まあ、海外はね、そうお風呂という浸かる文化がない代わりに結構向こうってほらスコールが降ったりとかさ、ね、炎天下だと自分が気づいてないだけど結構汗すぐかいて蒸発してるから、はい、汗を吸っちゃってたりもするから結構こまめに着替えたりとかシャワー浴びたりするやん か、そういうのもどうかなとかさ。なるほど。さあこれを機にシャワーヘッド変えてみるのもいいと思うんだよね。あ確かにシャワーヘッドいいかもしれないですね。そうすごいやつ、水圧が高いやつに変えるとか、皮膚にいい刺激を与えてマッサージしてくれるようなシャワーヘッドもあるんですよ。おすすめです、はい、ただその中で僕一番おすすめしたいのがこちら、脱毛。あ脱毛、はい、脱毛することで汗が直接の肌の、ね、表面に現れて、はい、まあ、蒸発しやすくなるという感覚、はい、そうなんや。ベタベタしないというかさらっとしやすくなる、はいはい、感覚ね、これは保てるということで、体毛が少ないと肌がさらっとして快適だよね。なるほどね、うん、でまた体毛が少ないと、まあ、汗とか皮脂なんかが毛に付着しないんで、そもそも清潔を保ちやすい。こういう仕事をしてると不規則なもので、まあ、なかなかねこうヒゲとかも剃れたりしなかったりもすると思うんですけども、まあ、ヒゲをおしゃれで伸ばしてる人とは違って、はいはい、まあ、僕はね、何もしたくないタイプなので他の人にどう見られるか、まあ、気になったりもしますやんか。で特に夏は汗とかが不精ヒゲのあたりに浮かび上がると不潔に思われがちですから、はいはい、確かに剃りたいわけですすぐ。でただでさえ暑い夏なので自分にも周りの人にも暑苦しくイメージを与えないためにも気にしていきたいなと思います。そうやね、はい、あとは先ほども話した通り、まあ、年々紫外線が強くなっているので、 お肌のケアね皆さん十分注意しましょうね。はいはいはい、はいはい、どうですかお肌のケア何か対策しますか。日焼け止めですよね。そう俺も日焼け止めなんかさ20代の頃塗ったことなかったのにさ。本当ですか。今回も沖縄でちゃんと日焼け止めクリーム持ってったもんね。いや必要ですよ。もう必要本当に。まあ、そんなわけで今年の暑すぎる夏にもしっかり対処したいわけですけど、いろいろバタバタしててねバタガラがしっかりとケアできないんで、はい、久しぶりにちょっと専門家にケアしてもらいに行ってきました。あケアするんですか。はいそうなんです、はい、ということで僕ねこっそり行ってきたんで。あこっそり行ってきた。はいちょっと見てもらいましょうか。わかりました。どんな感じで脱毛したかこちらです。到着しました。こんにちは。ありがとうございます。お待ちしておりました。はい、です。お願いします。よろしくお願いします。はい。早速ご案内いたします。はい。こちらで本日施術していきます。あれマシン変わりました。あ、そうなんですよ。コマでしたっけ？なんか配膳ロボみたいな感じ。この人自動で歩くとかじゃないですかこれ？自動では歩かないです。あ、自動では歩かない。これがメンズ脱毛業
界初導入のストライクというマシンになってます、うん、ストライク？すごいよ電気の力を利用して美容成分を肌に届けながら脱毛ができる一石二鳥のマシンになってます、うん、あ、そうなんだ。じゃあ脱毛するプラス肌ケアしてくれるよみたいな。あ、そうです。めちゃくちゃ嬉しいよ。ちょっと僕沖縄に行ってたんで、はい、結構日焼けしたんですよ。なんでちょっと肌がちょっとね整えたいんで。あ、そうなった効果もございます。え、一石二鳥やん。あとは毛穴の開きとか、ね、引き締め効果だったりとか、エイジングケアとか、シワとかの。シワね、ちょっとね、年齢も重ねてきたんで、めちゃくちゃいいですよね。はい、じゃあ今、申し込みをすると、これ漏れなく1台持って帰れる。持って帰れはしない。持って帰れはしないです。あ、そうですか。1回1台欲しいですよね。持って帰るの大変だと思うんで。ああ、確かに。まあ、ここに行けに来たらいい。ね、はい、じゃあまずどうしたらいいんですか。じゃあ早速施術の方に入らせていただきます。はい、行きます。じゃあ今からね、ちょっとね、機械の体を手に入れていくということでね、ちょっと手術お願いします。はい、よろしくお願いします。ちゃんと乗ってくれるの嬉しいわ。こうやってもう誰が回数手術するんですか。違うわ。ちょっと美の方です。美の方あれですよね、脱毛って言ったらめちゃくちゃ若い世代がやるイメージありますけど、僕みたいな年代来ます。でも割合で言うとやっぱり少ない。あ、少ないですよね。はい、でも今徐々に広まりつつあるので、すごいおすすめなんですよ。やっぱエイジングケアもできるので、うん、今すごい人気ではあります。まあそうっすよね。だから結構若く見えるっていう中高年の方ってみんな脱毛してる人多いっすもんね。多いですね、本当に。まあ、絶対おぬぬめだと思います、これは。ということでね、改造されていきます。はい、これ寝たらいいですか。はい、お願いします。はい、新しい機械ってね、走るんだって。はい、頂戴しちゃって大丈夫。あー、視力弱いんで、ちょっともう見えなくない。あー、全然見えない。レンズ入ってないです。あ、そうなんですよ、伊達メガネなんで。はい、僕視力めっちゃいいんですよね。あ、そうなんですね。はい、じゃあですね、ちょっと冷たいんですけど、美容成分たっぷりのジェルを乗せていきます、ね、はい、これが、ね、気持ちいいんですよね。ありがとうございます。じゃあこちらから乗せていきます。はい、ひんやりします。うん、めちゃくちゃひんやりですよ。もう外暑かったんで、気持ちいい。そうですね、うん、でも本当にお肌綺麗ですね。いや、でも脱毛のおかげやと思います。ありがとうございます。サラリーマンやってた頃なんかも毎朝剃ってたから、うん、めちゃくちゃやっぱ負けちゃって、肌が。なんかヒゲ剃りってお肌傷つけちゃいますよね。だって毎日刃物を皮膚に当ててるって普通に考えたらちょっとやばいのわかるじゃないですか。そうですね。ね、いくらジェルつけてるとか歯が良くなってるとかいう、うん、脱毛することによって肌も良くなるし、まず時間短縮なのはいいですよね。確かに、それはすごいある。朝が5分ってめっちゃ貴重なんで、ギリギリまで寝てたいんですよ。なんか朝のヒゲ剃りって1日5分から10分かけたとして一生懸命だいたい3ヶ月分ぐらいヒゲ剃りしてることになるんですよ。すげえ剃ってんじゃん。3ヶ月剃る人生。なんで、あのビジネスマンとかそういう方は結構脱毛されてる方多いですね。いや、絶対すごいよね。印象いいしね、相手にどういった時とか。そうですね、人間お顔の印象変わりますね。なので脱毛本当におすすめです。ではですね、施術していきます。はい、右の方から照射していきます。はい、もしかしたら今までの脱毛にちょっとピリッと感じるかもしれないので、うんうん、なるほど。お痛み感じたらおっしゃってください。はい、試しにワンショット当てていきますね。今、3、2、1。はい、こちらお痛みいかがですか。全然。ありがとうございます。前も痛くはなかったですけど、そんな新しいやつも大丈夫そうですね。ありがとうございます。これがあの脱毛の光と一緒に電気がするので、一時的な隙間を空けて美容成分を直接届けるというのができる。すげえ。確かに今までにはない感覚ありますね。あ、本当ですか。うん、あ、ちょっとこうピリってくるの気持ちいいかも。あ、本当ですか。浸透しているっていう感じが実感できるよね、これ。でも鼻下もほとんど生えてないですよ。うん、すいません、喋りにくい。おかげさまで大変無双です。ありがとうございます。はい、ちょっと鼻下照射して。気持ちよかった。ありがとうございます。とにかく脱毛って言ったら痛いイメージあると思うけど、はい、めちゃくちゃ気持ちいいですよ。やっぱり脱毛って熱が発生してしまって痛み感じやすいんですけど、こちらの機械もあの今までの機械と同様で照射面がマイナス4度に冷えるので、熱を緩和して痛みにくい、ね、感じにくいマシンになっています。最後タオルで冷やしていきます。はい、はい、お疲れ様でした。終わりました。
どうでした？いやもうなんか気持ちいい。気持ちいい。そう、ちょっとピリッとくるっていうのが分かった。もうなんかカレーですよね。カレー？程よく美味しいカレーってやっぱスパイス効いてるじゃないですか。そういう美味しさがありました、お肌に。いいですね。そう、ちょっと刺激を与えられることでちょっとなんか引き締まるよね。確かに確かに。多分やったら分かる。これ口で説明するの難しいっすね。でも普通にヒゲ脱毛着てるのにエステ着てるような感覚ちょっとあるもんね。おぬぬめです。はい、ということで行ってまいりました。どうでしたか、まあ、戸田くんもね以前行かれましたけど。そうですね、今回機械変わってたんですよ。いやなんかどうでしたこれ。めっちゃ良かった。あ、そうなんや。だからむしろ脱毛しに行くことがエステに行ってる感覚なの。なんか目的は脱毛しに行くことなんだけど、はい、あ、ちょっと電気を与えられることで肌がめちゃくちゃ張りが出るんですよ。やってる時もちょっとチクってするんだけど、それ気持ちいいチクなのね。こないださ、うん、7年前の小池さんの写真見たんですよ。7年前。じゃあ YouTube 始めた時。そう、うん、消えてますよ。今より。うるさいな。だからこれエステとか脱毛の効果出てるよ。うん、あ、出てるんかな。おう。じゃあありがとうございます。ねえ。これは年を重ねれば重ねるほど差が出てくると思う。やってる人とやってない人って。そう、積み重ねないやな。そうそう。まあ写真もありますんでこんな感じなんですけども。おお。昔って俺がねサラリーマン時代に行った時っていうのは、とにかく赤くなりすぎて、わかるわ。その後ちょっと休まなきゃいけないようなサラリーマン時代。まあ、ダウンタウンみたいなね。ダウンタイムね。ダウンタウンはちょっとね違うんですよ、お笑いなんで。これね、ちょうど休止もしてるしね、休まなあかん感じになっとるから。そう、休まなきゃいけなかったんですけど、すぐもうご飯も食べて今も撮影してるわけじゃないですか。はいはいはい、っていうぐらい全然大丈夫。いや痛くなくて、もやってるそばからもうマイナス4度で冷やしてるから、はいはいはい、めちゃくちゃ気持ちいいの逆に。へー。でですね、この脱毛に興味を持ってくださった方、はいはい、小屋下の視聴者の方だけにですね、特別なキャンペーンをもらってしまいまして。何ですか。概要欄に一応リンクが貼ってるんですけども、そこからの予約をすることで、うん、通常税込み3万円もかかるんです。で、顔周りの6箇所のね、ヒゲ脱毛モテ肌エステのセットがあるんですけども、はい、ちょっと高いっすね。思います。いや、思いますわ。これなんと980円でできます。うわっ、そんな。いや、わざとらしいな、980円。何やそれ、前もやったやろ、980円で。さらに今なら友達を紹介すると Amazon ギフト券6万円分がもらえるそうなので。 お得すぎるよ。パワーがある数字、ね、パワーがある数字。こんなにお得なのに、まあ、表示価格以外の追加料金はまあかかりません。あら、一点なんかね、変に勧誘されて入会させるとかそういうことはないんで、はいはいはい、こうなんでできるかっていう理由なんやけど、うん、CM とかで広告費を使っていないから、まあ、こういったキャンペーンができるそうですよ。で、メンズクリアさん、僕もいつもお世話になってますけども、なんと10周年を迎えたという。あ、もう10周年。はい、おめでとうございます。すごいですね。はい、10年の信頼と実績があるからこそできるサービスを、ぜひね、男性視聴者の皆さんに、はい、まあ、体験してもらいたいということでございます。残念ながらお得すぎるキャンペーンなので、はいはいはい、まあ、先着30名様ということなんで。なるほどなるほど。ダッシュで電話してください。そうですね、夏はやっぱり忙しいですしね、はい、まあ、やっぱ夏は脱毛ですからね。うん、通常の予約も増えているということなんで、まあ、早い者勝ちということでお願いします。小安田限定のキャンペーンになっておりますので、概要欄からキャンペーンをクリックしてください。はい、はい、ということで地球は沸騰化して暑い夏になっておりますが、うんうん、僕たちにはメンズクリアさんもいますのでね、快適な夏を過ごしたいですね。身体面もメンタル面もですよ。ということで本日の都市伝説は以上です。はい、いかがでしたでしょうか。いやー、よかったっすね。よかったよね。皆さんはどんな夏を過ごされる予定ですか。コメントぜひください。はい、ということでまたお会いしましょう。よいしょー。失いやしないよ、思うがまま君を連れて羽ばたきたい。